皆さんこんにちは。今回の生き生き情報福井は9月に開催されたイベントの様子をお伝えします。今回の内容はこちらです。それでは9月をプレイバック。9月7日8日ハピテラスを中心にガレリア元町ガレリアポケットで福井嶺北連携中枢都市圏事業として越前福井マルシェが初めて開催されました。農政企画課の青山さんにお話を伺います。まず今回のマルシェはどういった目的で行われているんでしょうか。はい、未来へつなぐ農林水産業をテーマに嶺北県域内の農林水産業の振興や食育地産地消推進を目的としたイベントです。マルシェと聞くと食べるだけというイメージがあるんですが、今回はいろんな体験ができるそうですね。はい、生産者の方との交流や魚のつかみ取り体験、振る舞いなど様々な体験を通じて幅広い世代の方に嶺北県域内の農林水産業への興味関心をさらに深めていただきたいと思っています。食のいろんな楽しみを知ってほしいですね。はい、こちらの交流マルシェは福井嶺北の農水産物や加工品、スイーツなどのブースです。朝収穫したばかりの新鮮な野菜やご当地自慢の品などがずらりと並び、お目当ての品を求めてやってきた来場者でにぎわいました。こちらは交流マルシェです。いろんなお店が並んでいますね。少し歩いてみましょう。さあこちらに行ってみますと新鮮なお野菜が並んでいますね。あ、こんにちは。こんにちは。こちらではどんなものが販売されてるんでしょうか。きゅうりとあとオクラとあとトマトとナスと人参と、はい、いろいろ売ってます。今朝取れたやつ。はい、はい、こちらは赤カブのパウンドケーキだそうです。いただきます。おいしいです。赤カブの食感が面白いですね。おいしいです。ありがとうございました。すいません。この奥にもたくさんのお客さんが詰めかけています。とってもにぎわっていますね。ブースで買い物した人限定で参加できるトマトすくいではトマトをすくった数で福井産ミディトマトがプレゼントされました。はい、はい、ありがとう。聞こえなかったらしいよ。今日はこちらのイベントに来られてどうですか。ええ、結構美味しそうなものが地場のものがたくさんあるって聞いたんで、子供連れてやってきました。トマトすくった。上手にすくえましたか。すくえなかったけど最後にもらえた。嬉しい、はい、わかりました。お父さん、こちらのイベントで何か購入はされましたか。はい、ですね、腰のルビー、よく CM とかで見かけるんで、ね、新鮮なものあるんで食べてみたいなと思って買いました。今日は生産者の方が販売されているようですが、こういったイベントどうですか。そうですね、直接生産者の顔が見えるっていうのは、食べる上でも楽しさ、より一層増すんじゃないかなと思いますね。体験広場のブースでは発泡スチロールの水田に紙製の稲を植える体験やヤギの餌やり、そば打ちなどの体験ができ、大勢の家族連れらが楽しみました。お子さんとの参加ですがいかがですか。楽しい。楽しいけどねるねるしてるから気持ち悪いどんなところが大変ですか。なんか寝たりするところが熱中症ついたりするからちょっと気持ちが悪いでも食べるの楽しみだね。お父さん、今日はこちらのマルシェに来てみてどうですか。あ、結構いろんな食べ物とか特産品が売ってあるので面白いと思います。今回は食べるだけでなく体験なんかもありますが、こういったイベントはどうですか。あ、そうですね、体験できるのがたくさんあって子供を連れてくると楽しいと思います。食育広場では食品ロス削減運動などのパネルが展示され、
食事の最初に野菜から食べるベジファースト料理も来場者に振る舞われました。またガレリアポケットではイワナやニジマスなどの魚をつかみ取り串焼き体験も行われました。お魚つかみどうでしたか？楽しかった。すぐに捕まえられた？続いてはこちらです。9月21日アオッサでオレンジハート運動が開催されました。このイベントは9月21日の世界アルツハイマーデーに合わせて行われたものです。アオッサでは認知症の人と家族を応援している取り組みを紹介しているパネル展示が行われたほか、認知症の人と支援者がたすきをつなぐ駅伝福井ラントモ2019嶺北エリアのたすきが集まりました。たすきをぜひね明日の嶺南エリアでもですねつなぎ切っていただきたいなと思いますので、このたすきは嶺南エリアのメンバーにつながれました。その後京都府へとつながれ全国を回ります。越前大野のあったかい気持ちを、はい、お渡しします。明日頑張ってください。またアオッサと JR 福井駅西口の恐竜モニュメントが認知症理解普及のイメージカラーであるオレンジ色にライトアップされ、訪れた方は優しい光に見入っているようでした。認知症のイメージカラーがオレンジ色ということで、オレンジ色でこの福井のシンボルである恐竜をオレンジ色に染めて、ここアオッサをオレンジ色に染めて、そして福井の方々に認知症のことを少しでも知っていただけるような形でライトアップをしました。そしてオレンジハートというのはそのオレンジ色を元に認知症の人に寄り添う気持ちを込めてオレンジハート、そしてこのライトアップを元に福井の皆様にいろいろ認知症のことを知っていただいて、そして認知症の人と共に暮らす福井をこう作っていく運動としてオレンジハート運動というふうにさせていただきました。ラントモっていうのは認知症の人と一緒に走って、認知症の人がどんなことができるのか、それを私たち健康な人間が支えることがあるのかという形で一緒に伴って走る友、ラントモといって、その認知症の方が何ができるのかということを形にして表したものというふうに思います。続いてはこちらです。9月29日少年自然の家で竹を使ったバームクーヘンに挑戦が行われ、小学生の親子らが参加しました。自然を感じながら普段体験することのない竹を使ってのお菓子作りに挑戦してもらおうと行われたものです。まずはバームクーヘンの生地作りから始めました。溶かしたバターと牛乳、砂糖、卵を混ぜ合わせ、その中にホットケーキミックスを入れてまんべんなくかき混ぜます。ここにヘラで作った生地を塗りつけて、両端、竹の両端20センチほどの感じで、これで生地は完成しました。次に1メートルほどの竹の真ん中にアルミホイルを巻きつけました。これは焼き上がったバームクーヘンを竹から抜くための作業です。そしていよいよ焼きの作業に取り掛かりました。竹に巻いたアルミホイルの上にヘラで生地を塗り
炭火の上で回しながら焼き色がつくまで焼きます。これを何回も繰り返しながらバームクーヘンを大きくしていきました。今どんな作業をしてますか？生地を塗っています。生地塗ってみてどうですか？なんか楽しいです。楽しいです。焼く作業はしましたか？これ焼いてみてどんなところが大変ですか？なんか端っこがなんかあんまり焼けないから、真ん中しか焼けないから難しい。なるほど。熱くなかったですか？熱かった。最後まで頑張れそうですか？頑張ってね。およそ1時間、生地を塗って焼く作業を繰り返し、大きなバームクーヘンが焼き上がりました。はいはいはい、いい感じ。全体を竹からも上手に抜くことができました。取れた。やけどしないようにね。来た。ここ写真撮ったしかない。どうなる？できた。あ、頑張った。ですが、これバームクーヘン作りどうだった？予想よりなんかうまくできてよかった。みんなで作るのはどうだった？楽しかった。出来上がりを見てどんなこと思いましたか？ちゃんと層になってて美味しそうだなと思いました。父さん、出来上がりましたね。はい、やっと。結構長かったです。出来上がりご覧になってどうですか？いや、結構しっかりバームクーヘンになってて嬉しいです。今日はお子さんとバームクーヘン作りいかがでしたか？とってもこう普段見られない表情とかが見れて、いいイベントだと思います。楽しかったです。味どうですか？うまい。最後はこちらです。9月29日、響きのホールで戦国越前の魅力を考えるシンポジウム、一条谷朝倉氏と明智光秀が開催されました。このイベントは朝倉氏に仕えたとされる明智光秀を主人公とする大河ドラマ麒麟がくるの来年放送を前に、光秀と越前のつながりについて知ってもらおうと行われたものです。基調講演では明智光秀の子孫と伝わる歴史研究家の明智健三郎氏が、戦国大名朝倉氏と明智光秀のつながりなどについて分かりやすく解説しました。もう一回越前に戻った時に、一条谷の東方面に従してということなんですけども、地図にありますように、安養寺という御所のずっと下ったところに住んでた、つまり、義明に直接仕えてたわけじゃなくて、細川藤高に仕えてた陪臣なんで、その御所に一緒に住めなかったんですよね。ですからこの一条谷の端っこに光秀は住むことになった。光秀28歳の時に、道山に敗れた頼泉主君とともに、一旦尾張の織田家を頼って尾張に逃れます。でそこから越前に、行って、で、この朝倉と織田の連合軍を擁して、美濃に攻め復帰戦をやるということで、もう一回美濃に戻ったというのが31歳の時と。
ここで主君を1年で失って至福9年で、斎藤道三うちに成功して、越前に逃れたのが41歳の時と。福井と明智光秀、どのようなつながりがあったんでしょうか。はい、光秀は、隣の美濃の国の生まれで、美濃で育って、育った人物なんですけども、美濃を治めていた守護職の時氏というのがありまして、その時氏の重臣として支えてたんですね。ところが美濃の国は、斎藤道三が力を持ってですね、その美濃の守護職を乗っ取るということで、ずっと守護職とこの道三の戦いっていうのは繰り返されてました。で、最終的に時氏は追い出されてしまうわけですけども、その過程の中で、光秀はですね、美濃にいられなくなって、それで越前に、移ったということで、彼は40歳代の10年ぐらいを、越前で過ごしてるんですね。ですから、まずこう働き盛りの時に越前にいたということになります。長く福井にいたということなんですが、明智光秀は越前にどのような魅力を感じていたんでしょうか。徳氏とは縁の深い土地ですんで、でまた実際に道三に追われて守護職と一緒に越前に逃れるというようなことで、朝倉氏とはずっと縁が深かったわけですから、そういう意味で言うと安心できる場所ということだったと思いますね。今回このシンポジウムが行われることに、どのような期待をされていますか。そうですね、一条谷朝倉氏と明智光秀とのつながりを知ることで、実際に朝倉氏遺跡や福井市に人々が訪れてくれることを期待しております。良いきっかけになるといいですね。そうですね。今回は9月に行われたイベントの様子をご紹介しました。次回の生き生き情報福井もお楽しみに。